皆さんこんばんは。ザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで始まりました。ウィーケンドザランページ、はい、今週もよろしくお願いいたします。うん、早速、一通メールいただいていますので、はい、読みますね。はい、はい。はい、千葉県のカナさんからいただきました。はいはいはい、ランページメジャーデビュー1周年おめでとうございます。ありがとうございます。2年目もランページらしく暴れ回ってください。これからも応援しています。とのことです。もう一通いきますよ。はい。岩手県のマロロンさん。はい。ランページデビュー1周年おめでとうございます。ありがとうございます。ライトニングでデビューしてから4枚のシングルをリリースし、夏フェス、初 M ステ、はい、初 FNS 歌謡祭、はい、そして初単独ツアー。はい。たくさん暴れ回ってくれてありがとうございます。はい。落ち込んでる時本当に助けられてます。これからも縦横無尽に暴れ回ってください。ずっと応援してます。とこの、はい、とのことです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、そうですね。昨日1月25日に今1周年を迎えさせていただきまして、うん、本当に一人に応援してくださる皆さんのおかげだなと、たくさんのコメントもいただいて、メールもいただいて、感じております。はい。2年目、リクさん、もっともっとかっ飛ばしていきますから。やりますよ。気合入れていきましょう。気合入れてますよ。はい。過去一切れてますから、僕。うん、頑張りましょう。頑張りましょう。で、もう一つ、ありますね、うん。再追加公演が決定いたしました。はい。僕たちの、現在、単独ツアー、初の単独ツアーの、はい、ゴーオンザランページツアーの再追加公演が、はい、決定しました。そうなんですよ。はい、この、ベイ FM スタジオがある千葉県はですね、はい、7月18日と19日、はい、水曜日と木曜日ですね、はい、市川市文化会館にて、はい、公演させていただきます。はい、2days です、はい、ぜひ、チェックしていただけたらなと思うんですけれども、はい、その他の公演日程などではですね、はい、などは、EXILE TRIBE MOBILE 公式ホームページをご覧ください。はい、お願いします。今日は僕の神キャラがリクさんに映ったってことで大丈夫ですか？君のせいだよ。映ってんだよ。そんなことよりも、がっつり今日も、盛り上げていきたいと思いますんで。よいしょ、行きましょうか。ウィーケンドザ・ランページ。千葉県の海浜幕張にあるベイ FM スタジオから生放送でお届けしているウィーケンドザ・ランページ。それでは本日のオープニングナンバーです。ザ・ランページ from EXILE TRIBE でドリームエール。ウィーケンドザ・ランページお相手はザ・ランページ from EXILE TRIBE リーダーのジンとボーカルのリクです。週末を最高に楽しくするためにお送りしているこの番組ですが、番組終了後9時30分からはニコニコチャンネルにてスペシャルな生放送を行います。はい。こちらでは音声に加え僕らが喋っている映像も見ることができます、うん、スマホ、パソコンで簡単に見ることができるので今すぐネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。さてここで本日のゲストを紹介しましょう。この人です。パフォーマーの竹地海星です。はい、よろしくお願いします。竹地海星、海星、まずは簡単に自己紹介お願いします。はい、兵庫県出身で19歳です。はい、はいはい、ジンさんと同じ、パフォーマーバトルオーディション出身です。はい、はいはい、お願いします。よろしくお願いします。ということで、もうすぐ20歳になりますよね。海星、もう少しですね。そうですね、はい、やっとこさっていう感じ で、ね、ですね、はい、はい、どうですか初のウィーケンドザランページは。めっちゃ緊張しますよ。いや今日はねものすごい緊張してるんでいじり倒してやろうかと思います。やめてください。僕はね、はい、ぶった切ってやろうと思います。まあね、はい、ランページの中ではまあもう筋肉キャラでもう最近も定着してますけれども、はい、もう日常生活の中で、はい、もう8割ぐらいは筋トレにもう軸が置かれてるんじゃないかなと。いやまあ間違いないですね。間違いないですか。他になんかハマってるものとかないんですか、筋トレ以外に。いや何なんですかね、最近はちょっと、うん、筋トレ器具なんですかね。うんうん、まあ、まだ筋トレになっちゃうんですけど。一緒だよ全部。なるほどね。昨日、うん、シェイカーを買ったんですけど、うんうん、普通のシェイカーじゃなくて、うんうん、電動のシェイカーが欲しいな。あ、はい、1万ちょっとぐらいする。おお、結構いいやつ。結構いいやつするやつを、はい、買っちゃいまして。なるほどね。あれでしょ、もうさ、自分の手でシェイクする時間すらもったいねえって言ってたでしょ。いやなんか塊になるんですよね。塊になるよね、はいはい、あれをより美味しくするために、はい、なるほど、はい、そんな海星にね質問が届いてます。お、はい、質問なんですけども、ライブに行かせていただくたびに、筋肉がついていてとても羨ましいですと、はい、私も高校までスポーツを毎日していたので暇があれば体を動かさないと無理な方なんですが、はい、看護学校に通い出して、毎日課題に実習で忙しいのでなかなか運動する機会がありません、はい、家で女性もできるトレーニングを教えてください。ミリさんという方から質問ですね。なるほどです、うん、はい、なんか家で女性でも簡単にできるトレーニングありますか。まあそうですね、うん、女性といったらこうやっぱ引き締める感じのトレーニングがしたい方が多いと思うんですけども、はいはいはい、なんか1分でできるんですよ、はい、簡単に言うと、はいはい、なんでなんかこうまあ
動画のアプリだったりでも結構載ってるたりはするんですけど、レジャー動画みたいな、そうですね、はい、はい、もう本当に棒があればできるみたいな筋トレであったり、もう床があればできる筋トレであったり、本当にもう手軽にできる筋トレばかりなので、なんかそういったものを調べてやっていただけると結構いい感じになるんじゃないかな。すごいね、しっかりパーソナルな部分をついてくれましたね。はい、その棒のトレーニングってどうやってやるの？まあそうですね、棒って言ってもこうかなりあのボディメイク型の棒であったり、専用の、そうですね、こう脊髄を整えてくれる棒であったり、あ、はい、ストレッチボールみたいな、トレーニング、そうですね、トレーニング前にそれの棒でストレッチしてあげることによって、よりこう筋肉のつき方であったりとか、あ、こう、フォームの崩れないっていうのが、そういったことができるので、なるほど、はい、あれ、これは筋肉番組でしょうか？ウィーケンドザランページです。週末を楽しいものにしようって、ね、あウィーケンドザランページが筋肉番組になるかなと思いましたけれども、まあね、後々この後の、まあ、ニコニコチャンネルさんの動画で、うん、はい、ぜひ筋肉披露していただきたいなと思いますけど、あ、任せてください、はい、お願いしますね、はい、この後は海星に恒例のあのコーナーやってもらいますので、よろしくお願いします。お願いします。ウィーケンドザランページ、The Rampage from Exile Tribe。 さて続いては週末を最高に楽しいものにするこちらのコーナーに参りましょう。お気に入った Rampage。 今日はワイルドな感じで来ましたね。はい、筋肉マッスルに行きましょう。このコーナーでは僕らが今ガチハマりしているもの、いわゆるお気に入りを紹介、はい、あわよくばリスナーさんにそのお気に入りを週末にやってもらい、最高のウィーケンドを過ごしてもらおうと、そんなコーナーになっておりますけれども、はい、できるのか海星。海星どう？いやもう余裕ですね。あれ緊張してたよね。そうなんですよ、この、まあ、コーナーに来てくれた人はどっちかね、2パターンなんですよ。そうそうそう、無駄に自信があるか、うん、無駄に自信がないかです、はい、なるほど。まあまあ挑戦してもらうんですけど、意気込み、はい、まあ結構余裕な感じでリラックスして、そうですね、うん、まあやっぱ日頃考えてることをキュキュキュってだけで、まあ挑戦する前にもう一つメールあるんでちょっと読ませていただきますね。ナミさん、予言します。筋肉バカな海星くんがお気に入りザランページで話す内容は筋トレオアジムです。ナミ、ね、さんの予想は当たるのか外れるのか、どうなんでしょうね。じゃあ早速頑張ってもらいましょう、はい、制限時間は1分間です、うん、はい、お願いします。それではいきます、はい、僕が紹介するのはトレーニングです。やっぱりか、まあ、予想当たっちゃったんですけど、ちょっと聞いてください。僕が本当に伝えたいのはまず体が変わるんですよね、トレーニングって、うん、まあこれは誰でも分かることなんですけど、はい、まあ、そし体を追い込むことで心も変わるんですよ。ほうほう、はい、自分を追い込むことでやっぱ心だったり性格も変わるんです。めっちゃカンペ見てる。そうするとめっちゃカンペ見た目も中身も変わるってわけですよ。めっちゃカンペ見てる。で、体だけではなくて目に見えないものまでも鍛えてるのがトレーニングなんですよ、うん、実は。なるほど、なるほど、一石二鳥ということですね。見た目、先生、心を変えるとなると何が変わるか。何？人生が変わる。人生が変わる。もうこれは一番僕が伝えたいことなんですよ。人生が変わっちゃう、僕もそうです、うん、今なお人生が変わっちゃう、人生が変わる、それを伝えたいです、うん、はい、週末で鍛えることによって、うん、この一年あなたに何が訪れるか、それはもう神様が教えてくれます。どういうことだよ。終了。結局神頼りかよ。いやいやいや、なんだよ。はい、いや、多分ね、俺のね、予想で、うん、その、多分、筋トレーニング、はい、言い出したらキリがないから、もう、総評して言ったよ、多分。もう、そうやね、そういうことやね。はい、にしても、筋肉カンペがすごい。よかったね。ほんまや。びっしりですよ。すげえ。でも、伝えたいことがありすぎて、うん、はい。やっぱでも、トレーニングで人生が変わると。ね、いや、もう、これは間違いないです、ね、うん。なるほどね。はい、それ、身をもって証明してるのだ。はい。そういうことですね。うん、そうですね。素晴らしい。じゃあ、もう、結構でも、言い切った感じで。そうですね。もう言い残したことはないと、はい、ないですね。残りたと思う改正は。もう10じゃないですか。お、もし いいのそんな課題評価して。じゃあいいの聞いてみましょうか。そうですね。それでは改正のトレーニングの機に、判定お願いします。ゴー。おー、まあまあ、いいじゃないですか。半分ですけど、ね、うん、でもメンバーの中だったら上位の、まあ、もう方じゃ方ですね、まあ、あの2位タイって感じですね、うん、なるほどですね、はい、うわ、ジンくんもさ、トレーニングだったよね。うん。そして3だよね。3を受けにやった。
どうすんのこれ。俺のペラペラやったからな。初回やったし。俺のペラペラやったから、まあね、あんま今言わんとって。オッケーオッケー。あの、なんか、俺も結構ガチでトレーニングしてるけど、やっぱ、海星の前ちょっと恥ずいね。わかる。あの時のお気に入りのね、やっぱ、ね、はい、懐かしいな。はい、うん、でも、豪気にいただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しいですね。じゃあここで一通、うん、リスナーさんのお気に入り紹介いきますか。はい、じゃあ、はい、秋田県の尾美野さん、はい、高校3年生の方ですね。私のお気に入りは Bluetooth のスピーカーです、うん、私の私物ではなくお父さんのものなのですが、うん、あまりにも音が良くて感動したので引っ越すまで仮パクしてます。ほら、部屋がライブ会場になるみたいなので、早くライブに行きたいが最近の口癖になってきています、うん、Bluetooth 素晴らしいですよこのスピーカー、うん、僕もお世話になってますよ、イヤホンとか、うんうんうん、僕も、ね、使ってますね、はい、僕も使ってますね、ヘッドホンとか、うん、いやー、おみのさん、それでもちろんあれですよね、ランページの楽曲をたくさん聴いてくださってる、聴いてくれてるんじゃないですか。うん、僕がお気に、うん、あのこれ何お気にか判定します。10お気に、うん、あ、でも聴いてなかったら0お気に、あれ何これ。おみおさんの直樹にかちょっとさっさんお願いします。ゴー。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。こんなに簡単に5音に取れんねんな。僕あんだけ考えて4ですよ。いやー、はい、はい、ありがとうございます、うん、皆さん。ということでここで1曲お送りしましょう。ザランページ from Exile Tribe で100 degrees。さあここからは毎回緊張感が伝わってくるリスナーさんとの電話タイムです。はい、どうですか2人、大丈夫、テンション上がってる。どうなの、ね、どうなんだよ。もうわからん、回線のテンションが今どこにあるのかがわからん。まあ今回ね、電話つなぐのはマリアちゃん。マリアちゃん、茨城県の高校1年生。お、じゃあ回線の方から呼びかけてみて。うわ、やばい。もしもーし。もしもし。おー、もしもし、マリアちゃん。はい、電話つないでいただきありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。うん、はい、ということで、今日はなんか相談したいことがあるみたいで。はい、はい、ちょっと読みますね。はい、今年に入ってからお小遣いがもらえずアルバイトを始めたい、おすすめはありますかということらしいですけれども。あ、小遣いはもらえるっていうか、はい、もうあげられないよっていう、あ、宣言を受けたところですね。何、はい、なるほど。今までちなみにいくらぐらいお小遣いもらってたのかな。今3000円もらってます。今3000円、うん、なるほど、はい、ちなみに部活とか趣味とかはあるんですか。趣味っていうか部活、学校でダンス部。おお、ダンス部。はい、なるほど。で、まあバイトする上で、まあ、自分の中でここは譲れないとかっていうポイントはあるんですか。こういうのはやりたいと。おしゃれなところがいい。おしゃれなとこ。なるほど。はい。難しい。だいぶ絞られますよ。うん、絞られますよ。おしゃれと言ったら、みたいな。うん。うん、どうすか、海星。僕ですか？うん、なんか、提案みたいなやつ。うん。なんだろうな。なんか、やっぱ、声が綺麗なので、うん、なんか、パーソルトレーナーとか。いや、ジムか。ジムか。ジムか。いろいろ勉強せなあかんから、それ。まあそうですけど、うん、結構おしゃれな。まあ確かにね、おしゃれやし、うん、はい、いいんじゃないですか。そうですね。でもまあダンスもね、されてるということなので、はいはいはい、何がいいんやろうな。そこはジンさん、そこは言って。そうやね。うん。リクさんは？いや、僕は例えばそのダンサーさんが集まるような買うようなお店のアパレルショップスタッフの店員さんとか、いいかも、はすごいいいんじゃないかなと思いますけどね。いいと思います。うん、それちょっと考えてたりするのかな、マリアちゃんは。うん、ちょっとアパレルやってみたいなと思ってます。そうなんだ、なるほど、うん、いいんじゃないですか。まあおしゃれでね、そういう自分がこう思い描いてるものに行ってもいいし、うん、まあ僕みたいに焼き鳥屋で働いてもいいかなそれはないわ、はい、それはない。いや、なんかふんとか言われてそれはまたね、うん、ちょっとね、また違ったおしゃれになりますけど、でもなんかそういうね、こう自分の趣味とか、うん、まあ部活とかとこう掛け合わせたようなバイトとかだったらね、よりこう身が入るんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ今3つ上がったパーソルトレーナーさんとアパレルスタッフと焼き鳥屋さん、はい、マリちゃん、この中だったらどれを選ぶかちょっと選んでもらってもいいですか。パーソルトレーナー。おお、ちょっと待って、あの待って、おかしいでしょ。ちょっと待ってよマリちゃん、ちょっと なんで、教えて、理由教えてもらってもいいかな。普通にやってみたいなと思って。ああ、いいんじゃないですか。すごくいい。じゃあちょっとお願いします。めっちゃいいですよ。いいですね。はい、パーソルトレーナー。ちなみにそのまあ
自分で働いたお金で、まあ、これちょっと買ってみたいとかそういうのもあるんですか？ライブに行きたいです。 ありがとうございます、誰のドライブですかね？誰の？誰？ちょっと、ランページ。ありがとうございます。はい、いやもう輝き見えですよ、ドリーム。はい、はい、はい、ありがとうございます。中途半端やな。未来へのページをつなぐのさ、ね、今ですよ、はい、もうきっといいね、バイト見つかるように僕らも応援してるんで、はい、はいはい、ぜひ頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。はい、今日は電話ありがとうございました。引き続きウィークエンドランページ聞いてください。はい、はい、じゃあバイバイ。バイバイ。いやー、いやー、予想覆されました。予想覆されましたね。僕ね、絶対来たと思った。いやー、嬉しい。いやー、はい、嬉しい。ありがとうございます。マリアちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。今回電話に出演してくれたマリアちゃんには、僕らのサイン入り、ベイ FM ステッカーをプレゼントします。千葉県の海浜幕張にある、ベイ FM スタジオから生放送でお送りしてきました、ウィーケンドザランページですが、早くもお別れの時間になってしまいました。あっという間ですね。はい、なんかこの毎回毎回、まあ、終わりにぴったりな BGM 流れてますけれども、うん、これは海星さんがセレクトしてくる、ね、そうですね。なんかお別れって聞いたらやっぱこういうの流したくなるじゃないですか。イメージと全然違う。ゴリゴリのやつ来るのかなと思ったら、いやいや、僕結構こういうの好きで。好きやんね、はい、実はこの曲は僕が中学校の時の卒業式で、はい、お別れの曲みたいな感じで歌った曲なんです、はいはい、そうなん。これなんていう楽曲ですか？フランプールさんの証という曲なんですけど、すごいですよ。ちょっとなんか卒業式思い出す ね、 なんかね、はい、なんかでもしかも週末っぽくて、そうなんですね、なんかもうめっちゃ俺的にはハマってた。刺さりました。よかったです。ありがとうございます。皆さんぜひチェックしてください。はい、こんな感じで毎回エンディングはメンバーがセレクトした極上の一曲を流していくので、これからもお楽しみに。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな生放送を行うんですが、そちらでも引き続きテーマメールの紹介をしようと思います。動画で楽しむウィーケンドザランページ見れる方は引き続きよろしくお願いいたします。ここで僕らからお知らせがあります。はい、2月4日これは海星の誕生日ですね。はい、にはですねツアーの新潟公演が、新潟県民会館にて開催です。はい、そして次回の2月2日の放送にはですね、ついにリーダーの力也さんが登場。これはね、気をつけないと絶対ボコられますよ。気をつけないとやられますよ。これは緊張するわ。はい、そして番組ではリスナーさんからのメールをお待ちしています。受付メールアドレス、じゃあせっかくなんで海星から紹介お願いします。はい、じいさんみたいに噛まずに言いますね。いやいやいや、 rmpg@bayfm.co.jp いいよいいよ。 rmpg@bayfm.co.jp です。はい、アクセントの付け方ね、あのジンクのお母さんに怒られるやつ。怒られたから俺。はい、今月募集しているメールテーマはドリームメール、はい、夢があるけれど不安、ちょっと怠けてるなというリスナーから、メールを送ってもらっているんですが、たくさんのメールが届いたということで、来月も同じテーマでメールを募集しようと思います、うん、ただしバレンタインデーもあるので、2月は恋愛に限定してメールを募集します。恋を成就させたいという夢を持ったあなたの背中を僕らがガシッと押していきますので、うん、はい、ぜひどしどし送ってください。はい、ではそんなテーマメールドリームメールを紹介していきましょう。はい、千葉県の、かないちゃん、かないちゃん高校3年生の方ですね。はい、明日から新潟に免許合宿です。お、地方なのも不安だし、ちゃんと受かるかも不安だし、とにかくもう全てが不安です。お願いします。気合の入るパワーではなくて、2週間心が折れそうな時思い出せるエールをください、リクさん。おお、そういうことなんですけれども、うん、お、拒否られたってこと俺は。うん、ジン君では あの大丈夫っていうか、注意が散漫すんやろな、このパワーが頭に入って。どうしよう、思い出せるエール、うん、頼むぜ頼むぜ、大事なあれやねんから。かなえちゃん、ん、一人じゃないよ、ん、みんなと一緒に頑張れば2週間あっという間に終わるはず、ん、勉強大変だと思うけど頑張ってね、ん、最大級のドリーム輝き見えパワー、未来へのページ、ごめんなさい。はい、頑張ってね、かなえちゃん。はい、ありがとうございます。絶対もう、いや、もう絶対嫌われた俺。はい、ですね、まあ、紹介してきましたけど、来月もまたメール、どしどし待ってますのでお願いします。はい、ここまでお送りしたのはザランページ from EXILE TRIBE リーダーのジンとボーカルのリクとパフォーマーの竹地海星でした。バイバーイ。バイバーイ。